今日はこれ食べる。ガジェット通信 B 級フード研究家野島慎一郎氏、考案天一カップ麺のスープにペヤングを入れると生命が鼓動するうまさ、混ぜそばの新境地が開かれた。諸君、我々は多くのカップ麺を食べてきた。やめる時も健やかなる時も天下一品のカップ麺はいつもそこにあった。そして本日新たな一歩を踏み出すことにする。それこそが天下一品のカップ麺にペヤングを替え玉するのだ。大盛りカップ麺よりも新作カップ麺よりもレギュラーカップ麺よりも今はアレンジしたカップ麺を求める体になっている。しかしこの天下一品のカップ麺、スープにとろみをつけることで濃厚なこってり感を表現しているが、ペヤングを替え玉する行為は一体どんな現象になるのだろうか。どっちもうまいカップ麺にはおのずと旨味が誕生するのか。まずこの商品の特徴をおさらいしましょう。天下一品といえば京都を代表するラーメン店。その独特の濃厚スープが多くのラーメンファンを魅了しています。今回はその味を家庭でも楽しめるように再現したインスタントラーメンです。見た目からしてこってりしたスープが特徴的です。まずはスープを一口、鶏の濃厚な旨味にポークとガーリックのコクが絶妙。プリンセス。そうしてここから舞台に立つ役者の登場だ。普通にペヤングを作っていく。そういえばペヤングごく激辛のソースを好きなカップ麺に入れると辛くなくなるという都市伝説、本当なのだろうか。今度やってみよう。いや、誰かやってみて。なお、このシリーズのアレンジレシピは B 級フード研究家の野島慎一郎氏の週刊プレイボーイのバカレシピやガジェット通信、YouTube の野島チャンネルでも見れますので、興味のある視聴者はそちらも見てみるといいでしょう。こってりスープがペヤングの麺にしっかり絡んで、一口食べたらびっくり、ペヤングのソースと天下一品のスープが絶妙に調和して、まるで油そばに酢や胡椒を足したみたいなの。ペヤングの麺もあんかけ焼きそばみたいな新食感で、意外と美味しいのよ。みんなも試してみてね。